です。それではタヌキダンスの時間です。さあ皆さん、アバローズポンドとビーズガールズの踊りに合わせて皆さんも一緒に踊ってください。かわいかったな。ぽよぽよしてた。でした。よき。あ、新メンバーのみんな。トマホチ。新メンバーです。無理です。キッタロ。かわいい。新メンバーくらいおチビやからかわいいね。じゃん。近。ねえ、映ってないって。実家っぽくないし。V の顔しかない。寂しちゃったやな。てっててーん。ベル君とベルちゃんでーす。見えてんのか、ブル君。ポンタ、ポンタ、ポンタ。あ、映ってない。あ、いい感じ。バグってる。あ、鈴みたい。そうだった。ありがとう。激しい。可愛い。ゆかりです。
ピールして。ゆかぽんポンポンポン。身長同じぐらいなんですか？めっちゃ同じ。すごくないですか？ちょっとごまかしてます。あ、ちょっと背伸びしてます。うわ巨人。そこまで巨人じゃないけど。かわいい。めっちゃかわいいねんけど。あ、しっぽしっぽ。さすがビーズガールズの天使。ゆかぽん。ゆかぽんや。ゆかぽんた。ゆかぽんたです。ねぽんたとレイぽんたとパンぽんたです。もうミユの要素ないやん。ウシさん。ウシ。あ、かわいいやつや。かわいい。こっち見せて。かわいい。今日はこれな。パールナイス。かわいい。仲良し、仲良し。あ、ポンタ見えへんくなった。あかんね、ベルちゃん。あ、かわいい。あやー、うわー、近い、大好きやな、カメラ。と、もう一人はダダ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 ミユポン。ミユポンとミユポンです。こんばんは。ポン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 。ちょっと怖い二人ですね。今日何食べた？私お弁当食べました。あ、ミユも美味しかったよな。めっちゃ美味しかったです。レイ全然合わなかったですアフレコ。本当は TikTok を撮りたかったんですけど、多忙な兄弟なので BSG じゃなくバファローブルークンベルちゃんが多忙だったという。君の名前は？おお、皆さん覚えましたか？2人はレイナとミユさんじゃなくてポンタっていうらしいです。もう一回シンクロしないで。いきます、せーの。君の名前はポンタ。おお、微妙。おへそが自慢のポンタ。おお、次切ることです。おへそが自慢のポンタ。我慢できひんかった。ポンタ。おー、アルトや。ポンタ、ポンタ、ポンタ。やったー。ローカルの稲から拍手がもらいました。はい、今日はね、ポンタになりましたね。いつもはパンダですが、今日はポンタです。はい、今日はパンポンタです。パンポン。はい、パラパしてます。なるほどですね。パンポンタさんになったお気持ちはいかがでしょうか？そうですね、あんまりタヌキってこんな気持ちだったかなって感じで。まあちょっと、こういうの被ってるんで、はい、って感じに。あ、なるほど。いつも可愛いです。あ、猫背とかダメ。背筋を正して、はい、ポンという。可愛い。そうですね、筋肉感もちょっとこれなんですけど、はい、あの3回に踊るタヌキダンス、はい、ポンタの歌に合わせて踊るんですけど、はい、まあ、精一杯踊っていこうと思います。勢いでお願いします。そして皆さんもタヌキダンスいっぱい踊って
で大丈夫ですか？大丈夫。そういう髪の毛の方がさ、はい、白いっていう黒やな、ほぼ大丈夫ですか？大丈夫。皆さん大丈夫ですか？皆さんが来てくれました。どうでしょうか、たぬき。なんか、まさか後ろのパンダのね、可愛らしいやつをつけさせてもらってイエーイって数字が来るとは思ってなかったんで来ましたよ。ちょっともう今日は楽しみな。はい、あ、尻尾見せてください。かわいい。なんか生えてきたみたいな。いいね。褒めてるんですか？いなたぬきでした。バイバーイ。おそ、ハケのおそ。何それ？夏ポンタです。夏ポンタです。普段はこういうのはつけますか？全く、カチューシャというものをつけたことは怖い。イメージなくないですか？全然ない。こういう女の子みたいなやつすると気まずい。気まずい。今日は夏ポンタになってみて気持ちお聞かせください。バンバン。そうや、なんて言ってるんでしょうか？ファイトスマフラーズファイトっていうことで、うん、そういう意味だったそうです。新米が溢れてました。夏ポンタでした。何してた？レイナです。こんにちは。レイタです。レイ、レイ、レイポン、レイポン。今日はポンタデーということで、はい、タヌキになってみた気持ちを教えてください。気持ちですか？はい、なってみた気持ちは、このリミとお尻尾をつけることによって、皆さんから可愛い可愛いって言ってもらえるので、あ、タヌキ、あ、タヌキの特権。タヌキの特権です。じゃあ今日は一日タヌキで頑張ってください。バイバーイ。バイバーイ。ヌポンタ、ヌポンタでーす。ちょっと一瞬当ててください。さっき尻尾よくつけてましたよね。タレ尻尾になってましたよね。何のことですか？はい、じゃあ今日はワンちゃんがタヌキになりました。じゃあ違うんですよ、これ載せたんですよ SNS。 皆さんが目がつけたらタヌキじゃなくて犬に見える。確かに。めっちゃ犬おい、だってもう顔が犬やもん。それはもう無理なんや、きっと。今日はタヌキじゃなくて犬で頑張ります。じゃあ最後、ワンちゃんポーズして締めてください。ザネポンタが入ってきます。どうもー。こんにちは。バンバンバン。大人っぽいポンタですね。言うことは全然大人っぽくない。はい、今日はポンタになりましたが、はい、お気持ちをお聞かせください。なんかちょっと気持ちいい、お腹が出てきた気持ちがします。ちょっとなりきってるんで。こんな感じで。え、横向いてみて。あ、ぺったんこです。ポンタはデベソやからな。デベソではちょっと慣れないです。今日試合終わる頃にはデベソになってきてもらってるかもしれない。ちょっと近づいて決めポーズしてもらって。ありがとうございました。じゃーん。なんて言った？じゃーんって言いました。じゃーん。ゆいポンタ。そう、知らない人に聞かれた。ゆいポンタです。こんにちは。こんにちは。ちょっと背が高いたぬきさんですね。あ、待って、尻尾逆やで。え、びっくりして気まずい。されてる。どうですか、たぬきになってみて。ちょっとめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど。確かに。ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、なったんで、はい、全力で全力でタヌキします。後輩のひよりちゃんから一言。似合ってます。ゆーい、タヌキでした。みくりんりんりんポンタです。ポンタとは真逆な体型ですね。今日はタヌキになってみてどうでしょうか？もう今だったら喋らずにもポンタと繋がれてる。やばいやばいやばい。通じ合えてる。もうタヌキ
になりきったらですか。何でもわかると思います。どうですか、そんな先輩。かわいいと思います。かわいいって。みくさんかわいいね。後でお菓子あげるの。はい、じゃあ今日はあのポンタくんとね、しっかりあの通じ合ってアイコンタクトなんて取っちゃって、はい、頑張ってください。頑張ります。あー、かわいい。ルンルンポンタです。ツナがつけたらさ、ポンさんに見えるよな。あー、蜂蜜の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 蜂蜜です、はい、熊ではありません、蜂蜜です。どうですか、蜂蜜の気持ちは。なんか目が垂れてきたみたいな。出てたっけ。目見して。こう熊には蜂蜜は垂れ目に見えるらしいです。目が垂れてきたかなって思います。今日も一日蜂蜜で頑張ってください。バイバイ。マホンタでーす。マホンタでーす。今日はタヌキになりましたが、お気持ちをお聞かせください。お腹ポコポコたくさんしたいです。え、シンプがめっちゃ可愛い。可愛い。今日は張り切ってポンポンしてください。チビポンタ。チビポンタ。あ、ギャルでーす。ギャルタヌキ。ギャルタヌキ。出てます。全然めちゃめちゃ出てます。じゃあギャルたぬきさん、はい、一周回ってもらって、たぬたぬたぬたギャル。今日はギャルたぬきになってみて、はい、どんな気持ちですか。あ、家の近くによくたぬき出るんですけど、その子になった気持ちで踊りたいと思います。やばい。野生のたぬき。じゃあ今日は野生の気持ちになって踊ってください。こっちゃんです。こんにちは。こっちゃん、本日タヌキになりましたが、ました気持ちはどうでしょうか。タヌキに憧れあったんで、めっちゃ嬉しいです。タヌキ顔っていうのにめっちゃ憧れあったんで。タヌキ顔、タヌキ顔です。猫顔。あ、タヌキ顔に憧れたって。メンバーでタヌキ顔って誰。あ、でもセナさんも顔かもしれない。セナがタヌキらしいです。今の悪いタヌキに憧れてたんで嬉しいです。たぬき憧れこっちゃんでした。バイバーイ。ひよりたぬきでーす。前髪上げちゃって。たぬきっぽい。ひよぽんたです。あー、かわいい。今日はたぬきに乗ってみてどんな気分ですか。ちょっとなんかうどん食べたいですね。うどん。今日はひよりはうどん食べます。ひよぽんたでした。バイバーイ。ゆかぽんです。そのまんまやな。ゆかぽんた。ゆかぽんた、こんにちは。あ、一周回ってみてください、はい、あ、じゃあカメラに向かって目ポーズを3、2、1。え、それ何。いや、あったクマじゃないよ。タヌキだって。待って、ほんとにすいません。ゆかぽんさん、はい、こんにちは。こんにちは。あ、もう一回決めポーズしときますか。あー、たぬきっぽい。はい、本日はたぬきになりまして、はい、どうでしょうか。ゆかぽんと呼ばれているので、ぽんたすごい馴染みがあるので嬉しいです。あ、いいよね。ぽんとも、ぽんとも、ぽんとも。じゃあ今日はポンタになりきって頑張ってください。頑張ります。ゆかぽん。頑張ります。かわいい。はい、動画見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。なんかポンタのふわふわがポンタの繊維が。たぬきダンサーでみんな SNS に載っけてますので、はい、ぜひそちら見てもらって、はい、覚えてもらって、一緒に踊っていただければなと思います。はい。